こんばんは。9月14日午後4時になりました。第255回のしゃべくり松代です。今日の松代なんですけども、ちょっと涼しかったですね。長袖着ていてちょっと良かったですね。で、今日ですね、仕事から帰ってくるのは、まあ今慌てて帰ってきましてね、夕刊見てくるの忘れまして、夕刊持ってきました。で、この夕刊にですね、こういろいろ今日記事が出てますね。阿蘇山がね、噴火した。それから御嶽海ね、昨日勝って今日もなんか勝ったそうですね。今日の勝ったのは書いてないんですけどね。それで私たち松代なんですけども、昨日市会議員の選挙ありましてね、私とも松代から出た手塚さんね、トップ当選ですね。なんか松代ではトップ当選したのが初めてだということでね、5224票ということでね、手塚さんが当選した記事が載っております。ということで、新聞は終わりですね。ということでですね、今日は、松代ゲストハウスお寺の、おかみ、山本さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ遅ればせながらオープンおめでとうございます。ありがとうございます。それで補填屋さんというのはどこにあるんですか。補填屋はですね、あ、こっちですね。はい、はい、すいません。国会脇王冠のあの国道403号ですね。で、ここに 松代郵便局があって、はい、その、西側に本屋町の信号がありますけど、はい、これのちょうど中間ぐらいのところにあります。なるほど、はい、郵便局と信号の間ぐらいですかね。そうですね、はい、わかりました、はい。あれ4月でしたか、今年の、はい、そうです、オープンしたんですけども、はい、今の気持ちは率直にどうですか。そうですね、ここまでちょっと、に長かったので、たくさんの方に助けをいただいて、うん、ボランティアの方にもたくさん来ていただいて、ね、うん、無事オープンできたのでとてもホッとしてます。で、その運営っていうか経営 はどなたが、はい、一応私が、うん、基本一人でやってるんですけれども、お休みの日は主人に手伝っていただいたり、手伝っていただいたりもらったり、ボランティアの方はちょっとお願いして来てもらったりとかしています。うん、このゲストハウスって補填屋さんのそのオープンの計画っていうのは昔から、はい、そうですね、まあ、約5年くらい前から考えてたんですけれども、それでこの計画っていうかそういう気持ちあったね。なんかその奥に秘めた気持ちって、はいはいはい、志っていうかその秘めた、はいはいはい、奥に秘めたものなかったんですか、はいはい、昔から。そうですね、松代にちょっとしたきっかけで来る、仕事の関係で来るようになって、うん、松代がすごい江戸時代の建物がたくさんあってね、うん、まあ、真田の御本家がここだってね、うん、いうことや、まあ、江戸時代はここが信濃の国の政治の中枢だったっていうことを衝撃受けて、うん、まあ、すごい素晴らしい町なんだけれども、まあ、ボランティア精神もね旺盛だし、うん、とてもいい町だと思うんだけど、 なぜだか全国的に知名度が低くてあまり知られていないので非常にもったいないと思って、外国の方とか若い人たちにもっと知ってもらいたいな、街もっともっと活性化してもらいたいなっていうふうに思って、まあ、だからゲストハウスを、やりたくて、じゃあどこにしようかなじゃなくて、松代を盛り上げるために、はい、松代が大好きだから松代を盛り上げたいっていう気持ちでゲストハウスを、はい、手段として、そうですね、素泊まりだからお食事がないので町に、食事に行っていただいたり買い物してきてもらうとか、お風呂もあえて作らないで、温泉に行っていただくと、そういうことか、はい、それがもうそういう町の魅力を伝えるのに一番いい手段としてゲストハウスを作るのが一番いいと思ったんで、いい手段だったんですね、はい、なるほどね、はい、でこの名前自体が、はい、ゲストハウスって横文字と、はい、
布袋屋さんっていうのはその、はい、なんか昔からの、はい、古来の名前でくっつけたじゃないですか、はいはい、そうですね、ね、なんか洒落てますよね、はい、名前が、はい、ありがとうございます、はい、ゲストハウスっていうのは、うん、若い人とか外国の方に結構もう受け入れられている名前なのでゲストハウスというのはつけたかったですし、まあ、布袋屋はもともと今 の, あのゲストハウスの場所がもともと屋号で、うんうん、布袋屋という名前で商いをされていたの で, そ, でそれを使わせていただいたという。なるほど、はあ、ですね、はい、で布袋屋さんは本当に純粋なんじゃ宿泊施設なんですね、はい、今のところそうですね、うん、でその布袋屋さんというのはそのイメージどんな感じの、はい、宿泊施設なんですか。なんかそちらにあるんですか。あ、イメージ、はい、うん、これはですね、うん、築120年ですね、明治の町屋で、うん、明治29年に明治の中期に建てられた建物なんですけれども、はい、まあ、通り土間がちょっと見にくいかな、これ通り土間があったりして、はい、非常に歴史を伝える建物なんですけれども、うん、まあ、ここが30年以上空き家になっていたものでなるほど、そこを改修工事して建てた、うんうん、改修工事してゲストハウスに生まれ、うん、生まれ変わったという感じですね、うん、はい、あれすいません、その次が次行かないですね、はい、やたがってますね、あ、来ましたね、はい、すいません、はいはい、外観はこんな感じです、はい、おお、はい、ちょっと表の玄関のところとか、うん、その辺の建具をちょっと新しくしましたけれども、お、はい、でここはラウンジで皆さんが、集まる共用の場所で、衣食事をしてもらったり語らっていただいたりという場所になりますね、うん、はい、ここが1階の宿泊室になります。2つ部屋あります、まあ、個室の対応とかもこちらの部屋で、ね、いいイメージですね、ありがとうございます。こちらは2階ですね、はい、あ、なるほど、はい、2階の宿泊室になります。ここは土間に作った洗面所なんですけど、まあ、白焼きのその製紙工場で使われていた、実際に使われていた松代焼きの糸繰り鍋、うん、ここで繭を煮て、うん、糸を取っていたというもの、本物を、なるほど、はい、利用した洗面所になってます、はい、戻って申し訳ないんだけど、先ほどのなんか2階でした、はい、なんか大奥、あ、そうですね、大奥のような、はい、イメージの、はい、とこじゃないですか、はい、そうですね、はい、なのでちょっと、まあ、外国の人とか、うん、女性とかはすごいテンションが上がるみたいで、やっぱり、はい、うん、いいイメージ、喜んでいただいてます、うん、ね、あと建物の特徴としては、うん、ここに、階段、箱階段ですね、うん、はいはい、ちょっとさっきの写真に出てたんですけど、うん、ちょっともう過ぎちゃったんですけど、うん、ここに押し入れがあったんですけど、それを向きを変えて、うん、今これ裏側なんですけど、ここ、ここが押し入れの裏側になってるんですけ ど, ど、はい、これ動かせる押し入れっていうのがね、うん、昔あって、あとここの階段の上なんですけど、これですね、これ、うん、これ戸なんですね、はい、そういうちょっと昔 の, 作りが、それは何、横にスライドするが残ってます、はい、そうですね、うん、はい、あ、そうなんですか、はい、そんな、はあ、素晴らしい、魅力的な、ね、はい、建物です。で先ほどね、外観とかこう、はい、写真で見せていただいたんですけども、はい、何かこのちょっと私新聞で前見たんですけども、はいはい、国の登録有形文化財になんか指定されたんですか、はいはい、そうなんですよ、あ、指定された、はいはい、この通り土間があったりとか、うん、まあ、主屋、まあ、登録有形文化では、うん、主屋とその母屋と土蔵が、うん、指定されることになってるんですけれども、松代の歴史を伝える重要な文化財であるということを認めていただいて、うん、文化庁に申請をして、うん、で文化庁から、うん、文化審議会に諮問して、うん、一応答申いただいたというところで、うん、はい、素晴らしい、はい、一応登録の見込みです。あ、そうですか、はい、まあ、こう先走っておめでとうございます。ありがとうございます。で文化財に泊まれるっていうのも一つまたいいですね、なんですか ねポイントになると思うんで、ね、はい、すごく素晴らしいですよね、はいはい、セールスポイントになると思います。そうですね、はい、あ、で
なんか料金なんかお安いそうなんですけど、はい、こう低料金で利用できるこうこのようなね、はい、ホテル屋さんのようなゲストハウスっていうのは、はい、あまり松代とか近辺でも多くない、少ないみたいですね、はい、松代では1軒しかないですね。あとはあの長野駅周辺に、まあ、5軒ほどあるんですけれど、はい、安くないですねやっぱりね、はい、そうですか。でこうしたあのホテル屋さんのところは、はい、誰でも宿泊、はい、もちろん、おー、はい、いろんな使い方していただいてですけど、まあ、これはあの町のね若者の会議なんですけど、うん、松代若者会議が、会議をする場所として使ってもらったりとか、これは2階の部屋なんですけど、うん、宴会場に使ってもらったりとか。あ、じゃあ宿泊施設だけじゃなくてそういうような会合とかそういうこともそうですね、でも使ってあのぼちぼちですけどね、はい、使っていただいたり。そうなんですか、はい、でこの利用するには予約しなきゃいけないんですか。しなくてももちろん、うん、はい、うん、なるほど、あのいいんですけれども、まあ、いっぱいだったらあ、なるほど、お断りする。じゃあやっぱり、まあ、今のとこないですけどその予約しないと突然に行ったらいっぱいでダメだよなんてなっちゃう。そうですね、ということもあるかもしれないですね。あ、はい、じゃあやっぱり、予約は必要ないけども予約してった方がいいですね。そうですね、はい、その方がいいと思います、はい、で定休日ってのはあるんですか。今のところ定休日はないですね、はい、お客様がいない日が休日ということになります、はい、なるほど、はい、お客さんいなければ休日と、はい、はい、そうですね、はい、今のところ休日が多いですそうですか。でちょっとねあの利用された方にお聞きしたんですけども、なんか宿泊された方はなんかあの松代を案内してくれるあ、はい、っていうふうにちょっとお聞きしたんですけれども、はい、ご希望があれば山本さんがガイドで、はい、そう、あのそうですね、そうじゃないとき、あのなかなかあのお願いするときもあるんですけ ど、タイミングが合わないと、まあ、自分で、あ、文化財ボランティアの方にお願いしたりね、はい、ご自分でやったり、ね、夢空間の方にお願いしたりするんですけ ど、まあ、タイミングが合わなければ自分で案内します、うん、そうですか、はい、それが案内してるところですか、はい、そうですね、はい、うん、これは地下号を、松代地下号を案内したり、あと弓道、うん、ですね、外国の方に結構人気なので。あ、なるほど、はい、文部学校で、あ、文部学校の弓道場で、弓道場でね、はいはい、これまたねやっぱり国の史跡で体験できるっていうのはもう他ではないことなので、な、はい、これは松代の最高の売りだと思います。そうですね、はい、文化財に泊まってね、文化財をまた全部見たら、ね、はい、そうですね、いいですね、はいはい、最高です。そうですね、はい、で、今はね外国のお客様とかね、はい、いろいろいらしたんですけど、はいはい、どのようなお客さん多いですか。結構ゲストハウスって若い人たちが利用するイメージが強いんですけど、うん、ホテル屋の場合にはまあ宿の雰囲気もあると思うんですけど、10代の 後半というか、まあ、ほぼ学生さんから、うん、はい、70代のご年配の方まで、はい、幅広くご利用いただいてますし、はい、個人のお客さんだったり、まあ、ちょっとしたグループだったり、いろいろな方が、はい、いらっしゃいますね。じゃあもう本当に老若男女って、ね、はい、そうですね、はい、男性女性も問わないですし、はい、素晴らしいですね、はいはい、ありがとうございます、はい、で、先月7月でしたか、なんか、はい、あの星空バー、はいはい、なんかこう企画されたようなんですけど、はい、はい、やりました、はい、大盛況だったよ。そうですね、ちょっと暖かくなってきて、うん、外も 出るのもね、うん、いいので、夜星空を眺めながら、うん、しっぽりとこう、音楽を聞いたり、あの松代の食事を堪能してもらう、名物料理をね堪能してもらったりっていうことで企画をしたんですけれども、ライブもあったんですね、はいはいはい、最初はこじんまりとやるつもりだった、うん、20人ぐらいでと思ってたんですけど、うん、まあ、あのエヴァンゲリオン展が長野市でやるということで、うん、はい、それにその初日に絡めてやりましたら、あの若い方いっぱい来ていただきまして、なんか100人ぐらい来て、いや100人50人はい、でもあの賑やかにやりましたんで、そうですか、はい、最初のホテル屋の
イベントだったので、うん、にぎやかにやれてよかったですけどね。これからもこうしたイベントっていうのは計画してるんですか？はい、はい、いろいろ計画してますけども、まあ、歴史に絡めたようなイベントをやったりですとか、うん、あとは今回のようなバーみたいなね、星空バーみたいなイベントをやるとしても、ちょっともうちょっとこじんまりとこのホテイアの雰囲気をゆっくりと味わってもらえるように、ゆっくりと、はい、楽しんでいただけるようなイベントにしていく、こじんまりとしてやっていきたいです。はい、でもう時間もねなくなってしまったんですけども、ホテイアさんオープンして良かったと思います？はい、もちろん良かったと思います。はい、はい、いろんな方に良かったよってメールいただいたりお手紙いただいたり、もう松代の親善大使になりたいって自ら志願しますって言ってくださる方とかいらっしゃって、ファンがもういっぱい、ね、そうですね、徐々にね増えていっているんだなと思って、やってよかったなと思います。すいませんね、はい、こう進行悪くて、だいぶあともうあとどうですか、10秒か20秒で最後に一言、はい、ね、はい、PR も含めて、はい、そうですね、はい、本当に松代とてもいいところなんで、ぜひね多くの方に来ていただきたいし、あとはもうこの松、私が こちら松代に来て感じるのは、松代の方たちがその魅力に、まあ気づ、まあ、それは気づいてないというのはまあちょっと感じてたんですけど、あまりにも知らないというか、それがちょっと残念だなと思って、で若い人は特にね、なんか歴史のこと全然知らないのがすごい残念だなと思って、松代には何もないって言ってるのがちょっととても残念なので、こういう松代の若い人たちにも松代を知っていただけるようにこれからはやっていきたいなと思います。ぜひね、松代を盛り上げていただきたいと思います、はい、我々もね頑張りたいと思いますんで、はい、どうも、はい、一緒によろしくお願いします、はい、ま今日お忙しいところ、どうも今日はありがとうございました。いえ、ありがとうございました。いや、これで言えばいい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。終わった時にね、皆さんに言われましたが、山本さんね、自ら設計されたんですね。やっぱり設計師さんですからね。そうだね。ご自分でその松代をね、こう皆さんに紹介するにはどんな風にやったらいいかということで、試行錯誤されてね、素晴らしい、お手屋さんを作ったと。お掃除ワークショップもやったんだよ。あ、壁塗りもやったんだよ。ああ、うん、そうなんですか。小田さんも行ったよ。みんなね、行ってるんだよね。そういう人たちもね、一生懸命、うん、じゃあ皆さんボランティアで、あ、そうよ、じゃあ皆さんでこう盛り上げてるんですね。そう、みんなでね、遊び行ってね、楽しんできた、そういうこと、いいことですよね。そうだよ、はい、ということでぜひね、はい、盛り上げていただきたいと思います、うん、はい、はい、それでお知らせを、お知らせはね、はい、今週の土曜日19日、はい、はい、こじめぐりってね、東城なんですけどね、清滝向かってね、清滝のね、一本杉ってのあるんですよ。ちょっとこの間行ってきたけど、ものすごく大きいの、うん、京滝のそこのお堂のとこにあるんですか？お堂よりまだちょっと上上がっていかなきゃいけない。京滝のお堂まで行っちゃわないで、逆に上上がってくる。あ、なるほど、うん、歩いてね、そうだね、10分までかからない。うん、初めて私も見ましたけどね。ぜひ、参加していただきたい、はい、午前9時出発っていうことですよね。はい、池田の宮のところから出発いたします。はいはい、それ引き続いてね、はい、信州松代お楽しみ情報っていうので、はい、エゴルド松代クラブでね、8月から来年の3月までのね、こういった案内版が、ね、案内のパンフレットができました。こういう形でね、こういう、まあ、街歩きセンターありますしね、はい、寄っていただければいいかな。各戦火、いろんな戦火があって、そこへ申し込んでいただく、これもね、体験型、エコールドも松代クラブへ連絡していただくと、その課へ連絡して、そこでもってお金を払って、体験していただくということですね。はい、そういうことでお願いいたします。はい、ということで、来週の予告を、はい、来週はこんな形です。はい、
まあ、先週もやりましたけど、うん、やっぱりね東条地域にはね3つの釜がある、ね、そうですね、この間1つやった、はい、で今回は2つ目ということでね、登竜釜、はい、そうそう一応やる予定で、ね、あ、なるほどね、わかりました、はい、ちょっとね、はい、それで一応登竜釜のね牧さんって方、うん、この方にねちょっと来てやっていただこうかなっていうふうに思ってます、はい、面白いと思います、はい、焼き物をね、うん、先週お聞きしてね、うん、奥が深いなと思いましたね。そうだね、まあ難しい、うん、難しい、ますます深くなっちゃうな、はい、はい、真っ白焼きでね、はい、やっていただければいいかなと思います、はい、はい、それでは来週鶴来る真っ白、どうぞお楽しみに、はい、お願いします。また見てねー。